県と奈良市は今日新型コロナウイルスについて新たに5人の感染が確認されたと発表しました県と奈良市によりますと感染が確認されたのは10代から80代までの男女合わせて5人でいずれも軽症もしくは無症状だということですこのうち柏市に住む20代男性は大阪府内の地方公務員で 感染経路は調査中だとということですまた生駒市によりますと、感染が確認された10代の男性は生駒市立の小学校に通学していて、この児童のクラス37人のほか、教員にも PCR 検査を実施するということです。本日をもって、ですね本事案につきましてはいわゆるクラスター事案に相当するということで、決定をさせていただいた次第でございます。 またすでに複数の患者や看護職員などが感染している奈良市の吉田病院では新たに70代の女性1人の感染が確認され市は感染者集団クラスターが発生したとする認識を示しましたこの女性は8月24日まで入院していたといい 感染経路が異なると推定される清掃員を除くと、吉田病院の院内感染は累計で8人になるといいます。このほか、奈良市では80代の無職の女性の感染も確認されています。